南米の皆様、おはようございます。また欧州中東からご参加の皆様、こんにちは。コロンビア大学の本田恵子です。コロンビア大学ビジネススクール、日本経済経営研究所 CJEP のコロナ時代の日本経済ウェビナー第1回にご参加いただきありがとうございます。 CJEP は1986年にヒューパトリックコロンビア大学ビジネススクール名誉教授により、日本経済とビジネスに関する知識と理解を深める目的で設立されました。30を超える法人個人のサポーターに支えていただいており、本日も日本、米国および世界各地からの1000人を超える皆様にこのウェビナーを無料でお届けすることができております。サポーターの皆様、御礼申し上げます。また、CJEP のイベントは通常英語で行われますが、本日は趣向を変えて日本語でやらせていただきます。それでは、このウェビナーシリーズを主導されている伊藤隆俊先生に、このシリーズを立ち上げるに至った経緯と、ウィズコロナの日本経済がニューノーマルに備えてすべきことについてお話をいただき、その後皆様からたくさん頂戴した質問にお答えいたします。皆様、伊藤隆俊先生はご存知だと思いますが、簡単にご経歴を紹介させてください。一橋大学経済学部卒業後、ハーバード大学にて博士号を取得され、その後複数の大学のみならず、国際機関、官庁と大変幅広くご活躍をなさっています。教鞭を取られたのは、ミネソタ大学、一橋大学、東京大学、ハーバード大学、政策研究大学院大学とコロンビア大学です。また公的セクターでも活躍されました。国際通貨基金 IMF ではシニアアドバイザー、財務省では副財務官、経済財政諮問会議の議員も務められました。最近 NHK スペシャルやテレビ東京のワールドビジネスサテライトでもコロナと共生する時代やコロナ後について語っていらっしゃいますが、本日はじっくりと1時間お話を伺いたいと思います。それでは伊藤先生、お願いいたします。はい、日本時間の皆様こんばんは。アメリカ時間の皆様おはようございます。コロンビア大学教授の伊藤隆俊です。本日は今本田先生からご紹介があったように、第1回のウェビナーシリーズということで、私から簡単にこの会を作った趣旨をお話した後、私が今考えているそのコロナ後の世界がどういうものになるか、それに向けて今何をしなきゃいけないのかというお話をさせていただきたいと思います。で、ニューヨーク、最近よくそのニューヨーク大変なことになってますけども、伊藤先生大丈夫ですかというようなメールを何本かいただいてるんですけれども、3月の初めにですね、コロンビア大学で、日曜日の夜に学長が水曜日から遠隔授業にしますっていうメールがポンってきて、それ以降ずっと遠隔授業でもう学期は終わってしまいました。ニューヨーク市全体が3月の中旬から外出禁止になりまして、食料品の買い出しと散歩以外は外に出るなということが、つい先々週まで続いておりまして、今ようやくその、経済再開という形で少しずつ空いてるんですけれども、日本、東京からの状況をですね、テレビで見ていると非常に緩い、自粛で、もうすでに経済の再開も全面的に起きているようで、大変羨ましい限りであります。歯医者も先週ぐらいに再開、床屋まだ再開してないということで、髪の毛がずっと伸びて申し訳ないんですけれども、見苦しいと思いますが、お許しください。それでこうやって自粛の中で、自宅にいる時間が非常に長いんですけれども、一つ気がついたのは、いいこともあると。つまり遠隔であれば、リアルタイムで世界中どことてもコミュニケーションが取れるし、普段はこう集まってですね、一つの場所に集まってこうセミナーをしているというものもこう遠隔でできるようになった。これはもう非常に大きな、我々にとってはですね、イノベーションでありまして、
こういったウェビナーシリーズが今ウゴンの竹の子のようにできてき、ています。で、我々としてはその日米経済経営研究所で日本とそれからアメリカ、これをつなぐ役割を果たそうとしているわけで、まさにこのウェビナーシリーズというのはこういった遠隔でつながれると、つなぐことができるという利点を生かした、セミナーシリーズにしていきたいというふうに思っております。これがこのシリーズを作った最大の要因であります。それでコーポレートスポンサーの皆様方には、毎年東京コンファレンスをしていたわけですが、今年はもう中止になってしまいました。その代わりといったら何なんですけれども、このシリーズの中で日本とアメリカのそのインテレクチャルな貢献をですねしていきたいというふうに思っております。で、その中で、私が第1回を務めさせていただきますけれども、簡単にですね今日のお話を、コロナ後の世界というものをお話、私の考えているコロナ後の世界というのをお話ししていきたいと思います。で、コロナの感染の拡大は最悪期を脱しました。で、今ニューノーマルに向かって歩み始めていると、経済も再開したということですね。で、ところが、実体経済というのはこれからもどんどん落ちていくと思うんですね。まだそこが見えていない。多分この4月6月がそこになりまして、年後半少しずつ良くなっていくということだと思います。ところが資本市場の方は結構もう回復してまして、この実体経済と資本市場の乖離というのが今大きな話題になっています。で、もちろん財政金融政策というのは日本も本日で閉会した本日閉会した国会で決まったような第二次補正予算を中心とした大きなその財政金融政策の財政刺激金融緩和が行われています。これをどう評価するかというのが一つの鍵になると思います。それから米中のディカップリングというのが、コロナの前から起きていたわけですけど、これがさらに進行しそうだということで、その中で日本の立ち位置は、どうなるのかということを、お話ししたいというふうに思います。で、その後ですね、いよいよそのテレワーク遠隔教育といったものがコロナ後の世界をどう変えるのかということをお話しして締めくくりにしたいと思います。1時間という限られた時間ですので、少し駆け足になるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。で、まずコロナの感染状況を簡単に復習しておきますと、これは日本アメリカではなくてですね、ニューヨーク州と東京都を比べています。で、ニューヨークはですね、本当に3月の中旬から非常に大きな感染の、感染爆発ですね、が起きたということで、1日あたり1万人を超える感染者が出ていた時期があります。で、そこから長い長いその収束への道が始まりまして、これは毎日クオモ州知事が記者会見をやってるんですけども、11時半から、そこでもう繰り返し繰り返しニューヨークや最近はですね、ニューヨークよくやったと、こんなに減ってきたということをアピールしております。で、これで見ると分かるようにですね、完全にそのピークから下がってきまして、1万人だったものが今200人単位の感染者数になっています。東京は皆さんご存知の通り、これ単位が全然違うんですね。 最大でも200人程度、1万人と200人では全然スケールが違うんですけれども、それでもやっぱり急激な感染者増と、ゆっくりとした感染者が減ってきたということで、ちょっとここのところ最近少しまた感染者が増えているというのは皆さんニュースでよくご存知のことだと思います。で、簡単に復習すると、東京都それからニューヨークで、10万人あたりで見ると、これまでの感染者、確認された感染者数が40人対2000人という、そういった規模感になっています。死者に関して言うと、東京都が、316人に対して2万4000人ニューヨークということになっています。したがって、感染はある程度抑えられた、じゃあ経済を再開していこうということになるわけですね。じゃあどういうふうに
再開していったらいいのかと。で、再開したその長い長いそのトンネルを抜けた後はですね、元の世界に戻るのか新しいところに行くのかということで、まあ、皆さんの多くの方はニューノーマルが実現するというふうに考えているようです。私もそう考えています。ということで、じゃあニューノーマルにどうやって行くのか、どういうことがそのニューノーマルで重要になるのかということをお話ししていきたいと思います。で、まずその経済が回復して過程、どういう回復の過程をたどるのかということと、それから外出自粛制限の中で学んできた、我々が学んだことは体験したことをどう生かしていくかというお話をしたいと思います。で、そのために今何をしなくてはいけないかということですね。で、まずマクロの話、マクロ経済の話と、それから資本市場のお話からしたいと思います。で、これがですね、まあ、簡単にその戦後の経済成長を見て俯瞰した図なわけですけれども、まあ、高度成長があって、バブルがあって、バブルが崩壊して経済成長率がまあ 1% 台というのが20年続いたと。これは失われた20年と言われたものですね。大きな危機としては、これまで日本固有のですね、銀行危機、それからリーマン、世界金融危機と言われているもの、それから今回のコロナ、これは予測ですけども、2020年の予測で、マイナス 7% ぐらいになると言われ考えられています。で、この90、この、ここから先をですね、拡大します。そうすると、これが3つの危機、10年ごとに起きている、銀行危機、リーマン危機、それから今回のコロナですね。まあ、これ四半期で見て、四半期の年率換算で見てますので、この四半期はマイナス 20% というような非常に急激な経済の収縮が起きているというのが特徴です。そういう意味ではリーマン超えというのは当たっている表現になります。で、アメリカはどうかということですけれども、アメリカもっと激しくてですね、マイナス 40% ぐらいになるという予測が出ています。これ四半期四半期の年率換算という数字ですけれども、これもまあリーマンの時を完全に超えたですね、非常に急激な落ち込みになっています。まあ、消費がもうとにかく外食はほぼゼロですし、旅行エンターテインメントもほぼゼロという中で、そのサービス経済がフィジーの大きい、アメリカが一番大きな影響を受けているというのは明らかだと思います。ところが、もう少し続けます、すみません、もう少し続けます。失業率で見るとですね、ご存知のようにそのアメリカの失業率というのはその 14% を超えて、急激にですね、1ヶ月2ヶ月の間に急激に悪化しています。日本はまだ雇い続けるようにということで休業補償を出して、それを政府が補助するという政策が効いて、失業という形では数字には現れてきていません、まだ今のところ。ということで、実体経済は急速に悪化しています。これは今の数字で明らかだと思いますね。で、問題はですね、株式市場なんですけれども、これが結構いいんですね。いいという意味は、これまで何回も危機の中でですね、これはリーマン危機ですね。で、これはアメリカの株価を見ています。で、今回の落ち込みっていうのは非常に激しい落ち込みで、これはまあリーマン超えの落ち込み、リーマンにほぼ匹敵する落ち込みになっています。で、ちょっと拡大してみますね。今年の部分だけ拡大すると、まあ、1月はコロナっていうのは中国の問題だよねというような楽観的な雰囲気があって、2月の途中までですね、ものすごく史上最高値というような株価の上昇が見られたんですけれども、そこから一気にドーンと落ち込みます。で、この落ち込みがですね、だいたい1000ポイントですね、この辺りから見ると1000ポイントの下落をして、そこを打ったのが3月の中旬になっています。そこから結構早めに回復基調になりまして、この落ち込みに対してですね、まあ、ここの先週約8割ぐらい戻してしまったと。この落ち込みから
もう半値どころかですね、8割ぐらい戻して、まあ、先週末ちょっと落ちてですね、昨日の段階でここまで戻しているということで、まあ、明らかに実体経済がまだ落ち込んでいる最中にどうしてこんなに株価が上がるんだという疑問が湧いてきます。で、日本はこれはまあ長期で見るとですね、そのバブルの話、これ今日は触れませんけれども、これ今年の部分だけ拡大すると、やはりアメリカと同じようにですね、ドーンと落ち込んで500ポイントぐらい落ち込んでいるわけですけれども、そこから、まあ、アメリカほどではないんですけれども、ほぼ8割に近いところまで何十パーセント以上下落を取り戻していると、この下落の幅の 70%、80% から戻しているということですね。日本の今日の相場の終わりもこの辺で、ありますので、やはりアメリカとほぼ同様にですね、実体経済にはそぐわない上昇を示しているということになると思います。で、これがこれまでの大きな下落の危機のですね、株式市場のいわゆるドットコムバブル破裂、それから世界金融危機、今回のコロナということを比べてみると、落ち込みはですね、今回非常に急激なんですね。1ヶ月、2ヶ月で落ちてしまった。前の危機は1年とか2年とかかかってピークから落ちる、ピークから落ちるまでの期間というのは今回非常に早かった。でも回復も早いんですね。で、前回というか世界金融危機ドットコムバブルの場合には、その回復するのに5年6年かかっていたわけです。まあ、今回は、まあ、コロナ前のピークまでは行ってないんですけれども、70%、80% を戻していると。これが特徴です。落ちるのも早かったけども回復も早いと。なぜこういうことが起きるんだろうということです。理由その1、業種間の格差というのがありましてですね、比較的その好調な業種、これ今回の危機ではその、まあ、業績にプラスになったコロナがですね、医薬品、医療、それからIT 周りですね、まあ、Zoom が特徴的ですけども、その IT 関係の株価が上がっています。で、それに対してその飲食であるとか観光であるとか、そういったことが沈んで、だから浮き沈みが結構、業種間のばらつきがあるということがあります。もう一点重要なことは、そのワクチンができるということが分かっている。で、問題は半年なのか1年なのか1年半なのかということなんですね。したがってその株式市場としては、例えば金融価値を測る場合に、その10年単位で、測るわけで、まあ、5年10年で測るわけですけれども、その中でその半年1年の業績の激しい落ち込みをどれくらい今の株価に反映させるかというふうに考えると、まあ、業種によってはですよ、それほど落ちる理由がないということに気がついたということで、その世界金融危機はどこまで落ちるのか分からないというような状況があったわけですけれども、今回はもう回復するのは分かっていると、時間の問題というふうに資本市場は割り切っているということがあります。もう一つは、その中央銀行政府の対応というのは早かった。で、これはですね、量的緩和、中央銀行の場合量的緩和、それから政府の場合財政支出というのが対応になるわけですけれども、これの出てくるスピードが世界金融危機の時に比べてですね、ものすごく早い。2ヶ月、数ヶ月かかったものが2週間ぐらいで出てきたというのがイメージであります。で、なぜ政府の対応がそんなに早くできたのかと言いますと、今回はそのコロナが共通の敵なわけです。で、前回の世界金融危機の時には銀行業界が、まあ、非常に悪い商品を作って売って、それでそこから危機が生じたと。で、銀行、その危機を引き起こした銀行を救済するのかという反対論があってですね、議会にもあったし世論にもあったということで、なかなか政府がその対応することが難しかったと、政治経済的に難しかったということで、今回はその経済全体を支える、助けるということに世論も議会も全く反対しないということで、まあ、迅速に
行動することができたということが非常に大きいと思うんですね。これは政治経済的な説明になっています。で、日本もアメリカもその戦後最長の景気拡大をする中で企業が非常に手厚く内部留保を抱えていたということで、まあ、ある意味その十分なバッファーを持っているときに危機が起きたということで、まだ入ることができる企業、大企業は多いと思うんですね。半年1年は耐えられるというぐらいの、内部留保を持っているところが多いということで、株価はそれほど反応しなかった、反応したけれども回復が早かったということだと思います。で、簡単にですね、財政と中央銀行の話をしますと、これが日本のそのいわゆる歳出とそれから税収とこの棒グラフはですね、新規国債発行額になっています。で、バブルが破裂した後ですね、急激に税収が落ち込んでいって、国債の発行額が増えていきます。で、これじゃあいかんということでですね、2000年代はじめ、まあ、小泉政権ですけれども支出を抑えて、その税収が少しずつ上がってくるのを待って減らしていくと、国債発行を減らしていくと、25兆円まで減らしたんですね。それがまあ世界金融危機で52兆という予算の半分を国債発行に頼る、借金に頼るということになりました。それから長い長い経済成長の中で特に2013年以降の安倍政権の中で経済成長する中で、まあ、35兆ぐらいまで減らしてきました。ところが今回、第二次補正までいるとですね、90兆円の新規発行、これを160兆円 の, 財予算の中で90兆ですから、まあ、半分以上の、非常に大きな比重を借金に頼るということになった。これが日本 の, その財政の状況であります。まあ、よくそのこのバブル破裂以降ですね、支出が増えるけれども税収は落ちていくと、これはワニの口というふうに表現していたんですけど、どうも上顎が折れてしまったんじゃないかという人がいますけれども、まあ、大変なことになっていると、通常の感じで言うと大変なことになっているということで、これから財政のどう立て直すかというのは必ず問題になります。で、これが中央銀行のですね、中央銀行のいわゆるバランスシートの規模になっています。で、2008年の世界金融危機の時に、ECB、ニューヨーク、ECB とアメリカの中央銀行がバランスシートを大きく膨らませて、日銀は膨らませなかったんですけれども、2013年に質的量的緩和が始まって日銀のバランスシートが増えていって、まあ、ほぼ、3つの中央銀行が2006年 の, を基準にして考えたときに4倍5倍のバランスシートの大きさになっています。で、今回ここを見て分かるように FRB がですね、アメリカはものすごい勢いでバランスシートを膨らませています。日銀以上ですということで、これも非常に迅速な対応であったということだと思います。で、よく聞かれるのが、その中央銀行は財政ファイナンスしてるんじゃないかということを言われています。で、答えはですね、そういうことは言えないと、まだ言えない、というのは中央銀行の目的であるその、物価の安定、つまり 2% のインフレターゲットということにコミットしている以上、今その大量に量的緩和するというのは、間違っていないわけですね。で、たまたまその財政も同時に非常に大きな国債発行をするということで、その赤字ファイナンスにと、まあ、観察上似たような状況になっていますけれども、その違いというのは多分出口のところでその違いが出てくると。これアメリカも似たような状況にありまして、中央銀行、世界の主要の中央銀行は同じような悩みを抱えているんですけれども、必ずしもその中央銀行独立性が失われたということではないというふうに思っています。先ほど言ったその財政赤字拡大の意味ですけれども、やはり
今これだけ大きな財政拡大をするというのは間違ってないと思います。ただ問題はその中身、使い方が正しいかということと、それから景気が良くなった時にやはり財政赤字を減らすべきでしょうと。だから今の問題じゃなくて、やっぱり良くなった時にもう少し早く財政赤字を減らすことを考えないといけないですよねと。で、こんなに債務 GDP 比率が上昇しても大丈夫だったから将来も大丈夫だろうということにはならないと思うんですよ。さらにその将来世代にとってですね、その国債を返済するということ以外の予算ですね、教育であるとかインフラであるとか防衛であるとか、そういったところがどん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 縮小されてくると、しわ寄せくるということは財政危機が起きなくてもですね、起きてきているわけで、これはやはり将来世代が非常にかわいそうだというふうに私は思います。で、国債市場、国債の保有者は中央銀行、日銀がどんどん増えていて、その間民間の金融機関の保有が減ってきているということになっています。これは保有比率のグラフですね。で、といったことがその、マクロの話でありまして、景気は落ち込んだ。しかし資本市場は回復が早い。それは、ワクチンができて、トンネルの先、トンネルに終わりがあることが見えているからだという話と、それから財政金融の、出動は早かった。ただしコロナが終わった後ですね、これをどう巻き戻すのかということについては考える必要が、今から考えておく必要があるということになります。で、以上でマクロの話が終わりですね。ここで一旦Q&A をしたいというふうに思います。本田さん。伊藤先生どうもありがとうございました。質問来ております。先生がこの2月に出された著書、ジャパニーズエコノミー、まだ英文しかないんですけども、この中で日本経済の成長期は戦争期を除く1880年頃から1973年で、成長の主要因は新国へのキャッチアップと私の投資、そういう中で十分な自分資源があったとあります。コロナ後、日本は再度成長を目指す機会はあるのでしょうか。はい、明治からずっとその、当時は新興国だったわけですけれども、その新興国としては非常にいい成長率を実現することができて、それで、先進国にキャッチアップした。でキャッチアップが多分終わったのが1960年とか70年代になると思うんですけれども、そこまでうまくやってきたということだと思うんですね。で、やはりでもキャッチアップが終わったてしまうとフロンティアに来るわけですから、そこから先の、はキャッチアップではなくて、そのイノベーションのモードに入らなくてはいけないと。これもずっともうここ20年ぐらい、30年ぐらい言われていること、新しい話じゃないんですけれども、そこでどうも日本はあんまりうまくできなかったんじゃないかということだと思うんですね。特にバブルが破裂した後、そして今回はもう人口減少というのが入ってきたわけで、そういう意味では、高度成長に戻るのはもちろん無理ですし、4%、5% 成長に戻るのも、80年代の成長率ですけれども、これも難しいかもしれない。でもやっぱり 2%、3% は行きたいよねっていうことで、そのためにどうしたらいいかっていう、そういう考え方に立たなきゃいけない。だからキャッチアップはもうとっくの昔に終わっていて、そこから先のじゃあフロンティアをどう自分たちで推し進めてるかっていうことが重要な課題になってきて、これはだからコロナがいい機会だと思うんですね。コロナを経験してみて、いかにその遠隔のその技術を取り入れるのが遅れてきたか、キャッシュレスが遅れていったかと痛いほど身にしみて感じたわけなので、これをやっぱりコロナの後に生かして、その 0% じゃなくて 1.5、2% の成長につなげていくと、そういう改革が必要だと思います。ありがとうございます。あと3つ質問来ておりまして、1つ目がですね、 G7 の中央銀行はどう連携していくべきでしょうか。はい、中央銀行の協調、それ、財政の方もあるんですけども、中央銀行の協調、それから財政の協調というのはやはり
重要で、一つの国だけが一生懸命緩和したり財政支出をしても、それは他の国にスピルオーバーするけれども、ので一国だけがやるっていうのは結構効率悪いんですね。全部の国が協調してその緩和する、それで今回は世界的な危機なわけですから、協調してそのこっちも量的緩和するけれども、こっちもこちらの中央銀行も量的緩和する、財政支出も同じということで、そういった協調というのは非常に重要だと思います。でこれは中央銀行当局間のスワップも含めてですね、いろいろな協調の枠組みがありますから、これはうまく機能していると思います。財政の方はですね、世界金融危機の直後は G20 の枠組みの中で結構協調財政刺激ということが謳われたことがあったんですけれども、今回はちょっと G20 がほぼ機能、 G20 サミットはほぼ機能してませんので、そういう意味では勝手に財政支出をして、結果的に協調に見えるよねっていう、そういう意識しないで協調ができちゃったということだと思います。でコロナ収束後についてもマクロで質問が来てまして、ズバリ財政規律をどう取り戻していくべきでしょうか。これは難しい話でありまして、先ほど言ったように私は財政規律は取り戻さないといけないと思ってるんですね。長期的にで、だから悪い時、不況の時には大きく財政出動する、でも好景の時にはそれを徐々に減らしていくということで、サイクル、10年サイクルで見るとバランスしているということが重要だと思うんですよ。でその意味で言うと、やはりその税収がどうしても足りないんですね。日本の場合は支出を切るっていうのはもうかなり限界まで来ていると思うので、そういう意味ではその例えばですよ、その消費税を毎年4月1日に 1% ずつ上げていくというその財政ルールを導入する、それで政治化しないというようなのが一つのアイデアになると思います。ありがとうございます。将来世代にやっぱり借金だけ残さないということですね。そうです。で、このセクション最後の質問が、インフレターゲットの 2% はどうすべきでしょうか。はい、私は堅持すべきだと思うんですね。でインフレターゲットっていうのは、先ほど言ったその財政ファイナンスでは赤字ファイナンスではないということを主張するときに非常に重要な柱になりまして、中央銀行の役割は何かと言われたときに、やはりその物価の安定である、安定とは何か、 2% のインフレであるということで、そのためにこういう政策をするんですという、その説明コミュニケーションにとって非常に重要なツールでありまして、で実際に万が一ですよ、そのインフレが起きてきて、その 4%、5% になったというときに、引き締めるか引き締めないかという議論になったときに、やはりインフレターゲットというのを持っているというのは非常に重要だと思います。で、じゃあ 2% じゃなくて 1% でもいいじゃないかという議論もあるんですが、これは先ほど言ったその質問にあった G7 の協調とも関係してまして、もし理由があれば、全主要中央銀行が 2% じゃなくて 1% にするっていうのはあり得ると思うんですね。ただ日銀だけが 1% にすると、他の中央銀行が 2% の時にというのはないというふうに思います。ありがとうございました。それでは先生、次のセクションお願いいたします。はい、本当に戻っちゃいましたね。はい、ここからですね、ここのセクションは図表はないんですけれども、よく心配に、最近心配なことに、その米中のディカップリングが、先ほどはディスコネクトだったんですけど、今回ディカップリングという言葉が出てきますが、要するにブロック化ですね。アメリカと中国がブロック化してしまうんじゃないかということで、じゃあブロック化とは何か、その中で、その製造をサプライチェーンとか、あるいは消費の形態がですね、2つのブロックに分かれてしまうということで、それがそれともう一つはその テクノロジーのスタンダード、例えば今回の 5G についてファーウェイを採用するか、ファーウェイを排除するかというような形で米中が分かれてしまうということが懸念されています。で、
方向としてはそっちの方向に向かっていますけれども、そこを完全に突き進むかどうかは分かっていないと思います。まあ、あとはですね、最近よく聞かれるのは、その通貨圏が異なってしまうんじゃないかということで、その中国ブロックはその人民元を使うようになって、その特にデジタル人民元が使われるようになって、アメリカブロックの方は相変わらずその紙の、ドル紙幣が流通するというような、そういうふうな世界を描いている人もいます。で、もしそうなった時に、あるいはそっちの方向に行く時にですね、日本はどうするんだ、でどっちかに属せよということを選択を迫られるのか、それとも独自のですね、いやいやいや、その日本というのはその自由貿易を推進、あくまで推進しますと、ヨーロッパと連携します、インドと連携します、オーストラリアと連携しますというような形で、一つの第三極をですね、まあ、自由貿易連合という名前が適切かどうか分かりませんけれども、そこで形成すると、これを目指すというのはあると思うんですね。したがってその貿易戦争には加担しない、だからまあ価値観を共有するというものを集めてですね、で、その我々はこういう方針でいきますということを作るというのが一つの選択で、私はこれが多分一番正しい選択じゃないかと。で、これはだから選択を迫られるということが来る前に作っちゃわないといけないんですけれども、まあ、そういった動きをすることが重要で、まあ、そういった意味ではそのこの安倍政権の中 ですね、EU との、FTA、まあ、EPA を結んだというのは非常に大きな意義があったというふうに思います。簡単ですけれども、この部分はこれで、終わりにしたいと思います。本田さん。はい、伊藤先生ありがとうございます。頂戴した質問はですね、ポストコロナの国際関係の、まあ、2つのオプションというのをお示しいただきましたけれども、 TPP11 を2つ目のオプションのプラットフォームにすることはできますか。はい、TPP はご存知の通り、その TPP12 で始まったんですけど、アメリカが脱退、それトランプがですね、その就任直後にもう脱退とか言って出ちゃったんで、その後日本が頑張ってですね、残りの11カ国を集めて TPP11 っていうのができたわけです。正式な名前ちょっと違いますけれども。で、これは非常に重要な、連合だと思うんですね。で、TPP11 があって、日 EU、FTA があって、これをまとめることで、自由貿易連合というのの大きな塊になると思っています。で、ちょっと話は外れるんですけれども、その TPP11 でアメリカが入ってないわけですけれども、当初は TPP12 ですね、アメリカも入って、ここがその新しいその FTA の、その基準を作るんだということ、結構いろいろな基準をそこにも貿易ルールだけじゃなくていろんな投資ルールとかいろんなものが入ってたんですね。で、ある意味ちょっと中国には難しいだろうなというような厳しい基準を入れていたわけですけれども、アメリカに抜けちゃったんで、ちょっとそこの厳しい部分が棚上げになってるんですね。で、この米中がこうディカップリングしたとすると、その中国としてはですね、この自由貿易連合を自分の方に取り込みたいと考えるかもしれない。そうすると中国が TPP に入りたいと言い出したときにどうするんだろうねという議論があると思います。アメリカがその出てったんだったら私が入りたいと、中国が申請してきたというようなことが起きたときにどうするんでしょうねということがある。だからまあそういう意味でも、アメリカがトランプ大統領がですよ、 TPP から出ていったというのは非常にその地政学的にはですね、潜在的に非常に重要な重要なというか危険なというか意味を持っていてですね、この TPP を守るという、アメリカを引き戻すというのは非常に重要なステップになっているというふうに思います。ただ11でもやはりその EU と一緒に EU も交えたそのものに持っていくというのが非常に重要なポイントになると思います。はい、
日本としてはじゃあそれを考えておくということですね。考えている人はいると思います。ありがとうございました。それではちょっとお時間もしておりますので、はい、次のセクションにお願いいたします、はい。はい、次にですね、じゃあコロナ後の世界を考えていきたいと思います。で、まあ、これもうすでにいろんな人がいろいろ言ってるんですけれども、まあ、デジタルを活用しなくちゃいけないということで、その異業種もどんどん参入するようになるということ、それでデジタルに対応できる、業種、人材というのがこれから上がって、これは先ほど言ったそのディスコネクトの資本市場で何が今、見直されているかというところで、その新しい業種ということだと思うんですね。じゃあそれを支えるのは具体的にどういうことなんだというと、その遠隔勤務、遠隔教育、それからキャッシュレス、言語、人材、こういったものが重要になってくるということが基本であります。じゃあちょっと具体的にお話をさせていただきますけれども、これは日本でもですね、いろいろな声が今上がっていて、自宅勤務も捨てたもんじゃないねと、できるじゃん、やってみりゃということが多くの人が今意識していると思うんですね。で、リスク分散にもなるし、自宅でも生産性落ちないしというようなことであれば、そういったことをどんどん採用していくというのが、やはりポストコロナの非常に重要なポイントになると思うんですね。だから働き方改革ということがなかなか進まなかったのは、これを機会にうまくいくかもしれない。で、特にですね、子育てをしている共働きの人たちにとっては、短時間勤務も非常に容易になる。だから通勤というのは固定費用ですから、時間の固定費用ですから、そこが固定費用が落ちるということは、もう3時間勤務もできるし、ひょっとしたらその非常に忙しいとき1時間だけ入ってということも可能になるわけですね、遠隔であれば。こういったことが非常に重要になってくる。まあ、制度的にはですね、じゃあ休憩時間をどう決めるのかとか、その裁量労働制をどうやってその遠隔に持ち込むのか、そこはだから制度は考えてくださいということは、ただ後押しをしてくださいということだと思います。だからこれはもう今動き出して、いろんな人がもう考え始めているので、どんどん進めていただければ、政府はそれを制度的に後押ししてほしいということです。遠隔授業、これはですね、まあ、先ほど言ったように、一番最初に言ったように3月初めに遠隔授業に無理やり遠隔授業に持って行かれたわけですけれども、初めはまあこういったそのスライドを見せてですね、授業をしているわけですけれども、まあスライドを見せるというのは教室でプロジェクターを使っているのと同じですが、これは簡単だろうなと。でも Q&A をどうやるんだろうというふうに考えてたんですね。これが移行した直後に考えたことです。ところが移行して3週間4週間経ったところで気がついたのは、いや、むしろ Q&A の方が活発になったじゃないかと。遠隔で、でギャラリービューでこう学生の顔が見えるわけですよね。名前もそこに書いてありますから、顔と名前が見えて、それで全部私の方を見てる、私も全員の方を見ているということで、これは結構 Q&A に関してはですね、うまくいくようになった。でスライドの方がつまんないんですね。スライドを見てる時にこちら学生の顔が全員は見えないですし、そういう意味でスライドはなるべく短くしてくると、つまんない、予習してくるからっていうようなことになってきましてですね、どん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  Q&A の時間が長くなってたんですね、学期の終わりの方に向けて。したがってこれはですね、日本が今まで不得意、日本の学生がですね、今まで不得意だと言われていたインタラクティブな授業、まあ、教員も不得意と言われていたそのインタラクティブな授業というのが、この遠隔でむしろうまくいくんじゃないかというような気がしてきました。だから双方向というのは非常に重要です。双方向の授業じゃなきゃいけない。ただ一方的に一方通行ではその遠隔授業にはならないと思うんですね。じゃあ人数が多いのはどうするんだ。日本じゃその300人400人の授業だってあると言われると、まあ、それはやはりですね、セクションに分けて50人単位の、アメリカでは当然やっている、インパーソンでもやっている、そのセクションに分けて、そのセクションの中で双方向の授業を実現するということが非常に重要になってきたと思います。もう一つは、先生の授業評価が録画してますから、
容易になると。これはあの大学の管理職にとってはあのプラスだと思うんですね。まあ、それに対して先生も努力するわけですから、先生の努力を引き出すと、授業に関する先生の努力を引き出すということが要因になったと思います。遠隔診療、もう時間がないので簡単にしますけれども、まあ、今回その病院での院内感染が実際に起きる、あるいはそれ起きるんじゃないかと心配する患者が今大勢いるわけです。それを解決するにはやはりその完全予約制、大病院ですよ、完全予約制、あるいはクレジットカードを登録して付け払いにする。だから診療終わったらもう帰っちゃうんですね。本日の生産っていう、そんな手続き、そこで待つなんてことはないということを徹底することで、その病院にするいる時間の最小化、これは可能になると思います。で、アメリカはほぼクレジット決済ですから、診療が終わったらすぐ帰ります。これもやはり日本で実現してほしいというふうに思います。それから、まあ、非接触型QR コードとかですね、あるいはその、パスモスイカのような決済、これはやはりもっともっと発展させる必要が あると。で、現金決済を減らしていくと。一つアイデアなんですけれども、1円玉5円玉は廃止する。で、全部そこはその電子決済にするということは一つ政府ができることなんですね。で、実際にもう自動販売機とか10円単位になってますから、1円5円は使いませんので、実際にその、まあ、パスモスイカあるいはその QR コードというところでは1円単位でいいんですけれども、現金決済は10円単位にすると。これは実現可能、もちろんオーストラリアも実現してますから、できないことじゃないと思うんですね。そういったその、まあ、今そのコロナの中でどん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 民間のうねりが起きているということで、政府はそれを決して邪魔しない、後押しをするということが重要だというふうに、少し大胆に聞こえるかもしれませんけども、その小学校の廃止とかですね、そういったことに手をつけていくということが重要だと考えています。で、そういったその制度の後押しというのが、それから民間の中で起きている、その遠隔デジタル、そういった動きのをどんどん動いていく中で、新しいポストコロナの世界というのは、今までよりも生産性が高く、人々の満足度、生活満足度の高いものを実現できる、これまでなかなかできなかった日本でものが変わる、ものすごくいいチャンスだというふうに考えています。以上です。本田さん。はい、伊藤先生ありがとうございました。コロナと生きる時代において見えてきた事業機会とかアイデアをいろいろご紹介いただきました。ありがとうございます。中長期的には、日本では人不足が続きます。一方、労働生産性が先進国の中では非常に低いという事実がございます。コロナは業界再編または日本の産業構造変革の契機にできないでしょうか。はい、これはそれがもしエスだとするとですね、はい、民間が行うことは何でしょうか、政府がやるべきことは何でしょうか、また教育界は果たす役割があるんでしょうか。はい、まあ、サービス産業ですね、がサービス産業の比重、それから製造業の比重というふうに考えると、日本はこれまでやっぱり製造業で圧倒的に存在感を示してですね、経済が発展してきたと思うんですね。で、逆に言うとやっぱりサービス産業がまだ伸びる余地があると。決して製造業をないがしろにするということでは全くないんですけれども、製造業でもっと生産性を上げる可能性があるということだと思います。したがってどうやって、その一人一人の生産性を上げて、つまり一人一人の賃金を上げていくということを実現するかというのが重要、日本経済にとって長期的に重要な課題であったし、これからもあり続けるというふうに思うので、そういう意味で先ほどから強調しているその遠隔デジタル、そういったキーワードに代表されるような変革ですねが重要だというふうに考えています。で、民間はそのやはりそのこれまでいろいろな慣習とかでこう縛られてきたことから、今
コロナで強制的にそこから外れたことをやらされているわけで、その中でいろいろ気がついた学んだことがあると思うんですね。だからそれを推し進めましょうと。で、元に戻らなくていいんですよということで、どんどん提案をしていけばいいと思うんですね。で、その中でひょっとすると、いや、これは法律に違反してます、法律を変えなきゃいけないんですというようなことが必ず出てきますから、そこでやはり政府はその民間の声を聞いて、じゃあここをこう変えればいいんですねと、これは政府の役割ですね、法律、省令を変えていくというのは。これをその民間と政府が一緒になって進めていくというスピードをどんどん早めていくということが、そのコロナ後にサービス産業、特にサービス産業の生産性を上げ、賃金を上げるということにとって非常に重要な点になると思います。だから産業、産業再編というか、言葉はちょっとわからないですけれども、特にサービス産業の生産性を上げるために、官民努力するということが、そのコロナ後の世界の、生活の満足度が上がるということになると思います。ありがとうございます、先生。まだたくさん質問は頂戴しているのですが、時間がですね、だんだんなくなってまいりまして、一つだけ、ちょっと前のセクションのところで質問が出てまして、日米印豪の自由貿易連合について、欧州、インド、オーストラリアにはそれを形成するインセンティブがあるのでしょうか。はい、オーストラリアは明確にあると思いますね。で、今中国とオーストラリアでいろいろ摩擦が起きてますけれども、やはりその価値観を共有するとか、その自由貿易の重要性というのは身に染みて感じているはずですので、オーストラリアはいいパートナーになれると思います。で、インドはいろいろな意味でまだ新興市場国で、関税率も高い品目がありますし、これからどんどん変わっていかなくちゃいけないということですけれども、ここもやはりその、昨日も中国とインドでドンパチやってましたけれども、そういった意味で完全にどちらかの連合に属するというつもりはないでしょうから、そういう意味では選択肢としてはやはり日本、オーストラリアと組もうかというような可能性があると思います。そういう意味では先ほど言ったその日本、EU、オーストラリア、インドというのはその連合を作ると、自由貿易連合を作るという意味では非常に核になる塊だというふうに思っています。伊藤先生、どうもありがとうございました。まだたくさん質問も頂戴しているのですが、そろそろ時間が来てしまいました。今日教えていただいたのはですね、コロナは危機ではあるんだけれども、コロナを契機に、日本が次のステージに進む、生産性、労働生産性を上げるですとか、それこそ構造改革をする機会があるというふうに私は受け取らせていただきました。ありがとうございます。スライド please。本ウェビナーでは、シリーズで続きます。次回は7月8日にコロナ時代の国際金融機関と日本の役割をテーマに、アジア会議の浅川総裁、国際通貨基金の古澤草ミルジー伊藤先生に私も加わらせていただきます。7月15日はウィズコロナ時代の ESG 投資というテーマで、ゴールドマンサックスのキャシー松井さん、ステートストリートの CEO のロナルド・ワンリーさんにお入りいただいて議論をさせていただきます。これは英語になります。その次が8月5日ウィズコロナ時代の中央銀行というテーマで、日銀の黒田総裁にジャネット・イエレン FRB 前議長にお入りいただいて、伊藤先生のモデレーションで英語で行います。すべて水曜日の夜、日本時間ですと9時から10時、ニューヨーク時間の8時から9時朝というを予定いたしております。Next slide, please. 最後に、
C ジャブのスポンサーの皆様がここに書いてございますけれども、この皆様のおかげで本日このウェビナーを日本各地、米国に加えてイギリス、それからヨーロッパのジョージア、あとバングラデシュ、アルゼンチン、今日はいろんなところから入っていただきましたけれども、お届けすることができました。ここでこの場を借りいたしまして御礼を申し上げます。ありがとうございました。またご参加者の皆様、お忙しいところ、日本は夜遅く、ニューヨーク朝早くにご清聴いただき、どうもありがとうございました。次は7月の8日にお目にかかれることを楽しみにいたしております。ごめんください。ありがとうございました。ありがとうございました。